ワスプ -18B は、頬王座の方角にある、太陽系外惑星である。光点周期が1日より短いことで知られる。質量は10木星質量程度で、褐色矮星と惑星の境界とされる13木星質量にわずかに及ばない。この惑星は、スーパーワスププロジェクトで観測を行っていた、キール大学のコーエルヘリアーラによって発見された。ウラジミールリラは、 この惑星をフルキートルーアと呼ぶことを提案している。ワスプ -18B は現在は、恒星ワスプ -18 から約310万 km の軌道を回っているが、恒星から受ける超積力により、徐々に光転速度が減少し、100万年以内にはワスプ -18 に落下すると推測されている。キール大学とメリーランド大学の科学者たちは、 この惑星が予測よりも早く終焉を迎えるのは偶発的なことなのか、それともアスマイナス1 8による実際の超積原則が天文学的な推測とずれていたのかを検証している。今後の観測により惑星の公転周期の減速率が測定されることが期待される。太陽系でこれと最も似た状況なのは火星の衛星ホーボスである。ホーボスは 火星の周囲を地球月間の距離の40分の1に過ぎないわずか 9000km の軌道で好転しており、1100万年以内には火星に落下すると推測されている。スピッツァー宇宙望遠鏡による観測では、ワスプ -18B の表面は 3000K 前後の温度にまで達していることが示されている。これは低温の構成に匹敵する値である。ありがとうございます。